exact radio AM 1008 FM 933の ABC ラジオがお送りしています。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。はい皆さんこんばんは。パーソナリティの竹山でございます。えー、この番組は、えー、日本を支えてくれるあの経営者たちを招きして経営に関することやプライベートまで含めてあらゆることを。 お聞きしながら、えー、どうやって今後にも盛り上げていくんだっていうようなことをですね、えー、支援するそんな番組でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アシスタントを務めますフリーアナウンサーのリベカです。えー、今日はですねあの女性の経営者ということで。はい。 なんかでも30代後半で起業されて15年経った今、もういろんなところから注目されていて日本のなんかこうね一人一人の意識を変えてくれるような会社をされてらっしゃる本当に、ね、素晴らしい方です、うん、もう本当にあの今日う、ね、ぜひこの番組にも出てくださって本当に感謝申し上げたいぐらいにあの、はい、いろいろな方々の参考になるんじゃないかなと思ってます楽しみにしています。はいはい AM 8, a m 一1 0 0八 f m 九三三の ABC ラジオがお送りしている経営者たちのラジオさてここからは今週のゲスト経営者をお呼びして番組を進めていきましょう株式会社ホムスビ代表取締役クロスタカコ様ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますクロス先生どうもありがとうございます今日はご参加いただいて、はい、いとんでもないです、はい、はい、ありがとうございますいただいて、はい 社長とクロス社長は最近知り合われた、うん、そうですねあのうね MIT ベンチャーフォーラムが主催するあのメンタリングプログラムにあの参加をクロスさんされて。 受賞されましてそこの僕は審査員をやっててコメンテーターっていうのから今はやってましてその時にその時にあまりにもインパクトがありながらもやってる内容はこれだけ社会意義の高いことをやっててお話を聞いしてて背筋がピーンって転なっちゃって興味があって僕初めてかもしれないあの会の終わったあのにお話をお聞きしに行ったっていうのは実はあれが初めてかもしれないです。 そうだんね、前は審査の形態だったんでなるべくちょっとそこを分離しなきゃいけないっていう思いがあったんですけどあのその後に賞とかを渡しなきゃいけないのであんまり聞かないようにしてたんですけど。 さすがにちょっと興味がすごくあってあ,ありがとうございます、ね、少しお話しさせていただきましたもんねそうですねはい、はいえー、そこからもう本当数ヶ月でこうやって番組出てきていただいているということでありがとうございますありがとうございます,しお願いしますそれではここからは早速お二人の経営者トークを始めていただきたいと思います竹山社長どうぞよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますまずは黒社長のあの人となりを知ろうということで、はい、簡単な自己紹介をちょっとお願いできたらありがたいんですけどはい<あ>はい、はい、ええー、私ですね 東京生まれの、まあ、埼玉育ちで現在埼玉に住んでおります。あのただですね4年ほど前ですね、まあ、念願の山を福島に買いまして、まあ、すごい古い古民家なんですけれども、えー、ちょっと今まあ仕事もあるので、まあ、今は完全に二拠点とはいかないんですけれどもあの夏場両親に住んでもらってる感じですね。あ夏場にご両親に住んでいただいてるのそうなんですよ。11月過ぎてくると今度霜が降りてきて危ないので。はいはい こっちゃうので。あ、そうか、そうか。それで、はい、たいあのゴールデンウィークぐらいから秋ぐらいまで。両親が今夏で。なるほど。はい、向こう。福島のど、どの辺になるんです。えっとですね、花輪町っていうところ。なので、えっと、割と、まあ、関東からも。結構近い。なるほど、なるほど。あ、関東からとか埼玉からですね。あれ。またなんで山を買おうっていう発想は。えっとですね、ちょっと私、もともと貯金とか、に全然興味がなくてですね。はい。 将来んていうんですかね山が買っておくのが一番安心かなと食べていくのに水源のある山がいいなということで水があるね山のちっちゃい山の頂上っていうか上のほうなので水もきれいですし井戸も出るそうなんですか水を飲まれてるねで検査したらもう全く不純物もなくて大丈夫だったので。 ででそこで、まあ、最終的に食べてい,いかれるかなっていうのが山があるわ と思って。なるほど。何かあったとしても、そうですね。山で暮らせるぞと。暮らで今両親も地元の方と結構仲良くして、もう大根だとかいろんなものをいただいて、持ってまとめてわーっと送ってもらって。最高の生活ですね。はい。なんか今ねキャンプブームとか来てるんで、なんかすごく羨ましい。一番なんか豊かな形ですよね人として。あ、そうですね。で買ったのもですね本当にあの。 日本車と変わらないくらいの金額で。あ、そんなな感じで。すごい安いです。なるほど、なるほど。かなり広い土地と古民家とついて、探せば多分あるんですか。興味ある方いたら、めちゃくちゃ興味あります本当にそうそう、山の話もっとお聞きしたいんですが、えっとまずは経営者になったきっかけというか、どうしてまたこの経営分野に入ろうと思われたんでしたっけ？えっとですね、ちょっとまあ偶然が重なっ っていうのがあるんですけれども経営者になるっていう意識はもともと全然なくてですね、うんうん、でたまたま、まあ、のパートであの、えー、と主人だとか周りの人で消防設備の会社を独立して立ち上げる方23、うん、人同時期にいてですねで最初なんかちょっと書類手伝って奥さんじゃちょっと今仕事してないなら手伝ってくれませんかとかちょっと人が足りない時に、うん。 あの現場出てもらえないかっていうので手伝い出したのがそもそものきっかけだったんですよ。うんうん、で,、ね、で最終的にですねちょうど子どもがですね高校だとかでお金がかかる時期ともタイミングが重なったので、はいはい、じゃあもうこれはもう現場出て働くしかないなっていうのがそもそもだったんですけど、うん、なるほど 仕事をしていて手伝ってくれる人とかもいて、うん、そうすると今度何て言うんですかね仕事がちょっと足りなくなってきたりとかしたんですよねそうすると、はい、まあ自分でもじゃあ営業して取っていかないといけないのでなんかあのー、その営業先にの方に「はい、あの仕事をもし、えー、本気で仕事取りたいなら会社作れ」って言われたんですって、ね。 ことじゃダメだから、ええ、ちゃんと会社作んなきゃダメだよってなるほどあの不動産会社の社長さんに言われまして、ええ、会社ってどうやって作るんだろうみたいな感じで、ええ、それででもなんかあの本とかを見て当時、ええ、それでちょっと作ったのがその時にだって38歳ぐらいの時ですごい勇気いりませんでしたそれって。いやあんまり考えてなかった考えてなかった,っすかなんたですかね。 とりあえずやってみようっていうのは昔からあるので。うんえー、なんか資本金は親に借りて。 いろんな手続きは自分で調べてやったっていうのは会社設立の煩雑な業務をやりましたお金がなかったので全部自分でそれで四つ葉メンテナンスっていう消防の設備や建築設備の法的点検をとか工事をやる会社を作られたというようなことに発展していくんですねあそういうことですはい。 でえー、もうでも10年近くやられて、はい、2018年に何かちょっとご不幸というかああそうなんですよ、ええ、2018年の暮れにですねちょっとがんが見つかってですね、ええええ、でちょっとその進行が早いがんなのでちょっとすぐ抗がん剤とか手術をしなきゃダメだって言われちゃったのでそこから一回ちょっと療養生活に。 入った感じだったんですよね。なるほど。その10年間は割と順調に。あ、そうですね。えーえー、ずっと右肩上がりでほぼ来てたので、えー、順調に来てたんですけど、えー、まあ多分働きすぎ <laughs> というか、まあ多分疲れが一気に出たのかなっていうのもありまして、えーえー、本当はそうなんですよ。よ2018年の 12月の頭にですねちょっとピッチでファイナリストになって、ええはい、海外に行ける予定だったんですよ。ななるほどなるほほどどそれがダメになっちゃったのがちょっとがっかりだったんですけどそれでそうですね。手に入らないともうね,うねえー、って感じだったんですけど、ね、ま,あまあでも休みをもらったなっていう感じで、うん、10年分のなるほど、ねはい、あ考え方ですねでもね。 ちょうどでも僕も50超えたばっかりなんで、うん、体もやっぱきつくなってくるじゃないですかあ<ー>まあ昔の働き方したらもうちょっと無理だなって最近そう,です、ね、そうですよねだからちょっともうこれは休みをもらったっていうところで、うんうん、まあ,あのそうですね医療養生活に入って、えー、でちょっと MIT さんの方を応募するきっかけになったのも。うんうん その療養期間中もったいないので、はいはい、あ,あ今日もみんな仕事してるんだって毎日思うわけですよだ、ええええ、から寝てるのも申し訳なくて、ええ、じゃあちょっと IT をね、うん、勉強したいと思ってたんでそれでサイバー大学に入って寝ながらでもスマホでできるので授業でそこであのその大学に入ったのがちょっときっかけで今回 MIT さんの方のプログラムにっていうのもあったんですけども、ね、はい。はい そうですねもうあのその後なんか会社の方はもうあの四つ葉メンテナンスさんの方はもう今売却を決意されたということではいまあ簡単ではなかったですけど、ねえー、最初がん、えー、になって一回、まあ、抗がん剤とかもフルコースやったんですよ、はいはい、手術して抗がん剤と放射線も毎日とかだったんで大変ですね。け<ど> もうじゃあ事務所をちょっと近くに家の近くにしようと思って埼玉の佐手市に本社っていうことにしてそこだったらなんか治療しながら通えるなと思っていたので,でそこを本社にして、まあ、武蔵浦和のもともとあったところは、うんまあ、作業の拠点というような形にしてもう坊主頭にあのタオル巻いて頑張って引っ越ししてやってたんですよ。ーーなんですけど やっぱり病気がずっと続いたり足を骨折したりとか会社行こうとするとそういうことになるのでじゃあいい加減これはともう会社に行くなってことなのかなと思って経営者の悩みでですすよよねそうなんですよ<ー>行こうと思ってるのにそういうことが続くのでじゃあ MA の話も結構来ていてまあこれから多分来るうん。 ところを乗り越えていくには、やっぱりあの今の体制だと。何とかしなきゃっていうのはすごくあったんですよね。うんうん、まあ今までの十年と、この先の十年は。全く違う十年になるって思っていたので。うん、なるほど。ほどで四番のように。あのその時。規模がですね。ええ、うちのような中途半端な会社は一番難し、はい、怪しいなと。はい、なんか少人数の本当に技術者の集団か、はい、もしくは大手。二極、うん、になるような。うん うん、気がしてたんですよね。産業構造として、はい、なるほどなるほど。なので、うちも本当あの450人というのは一番こう中途半端なので、はい、M&A で売るぞって決めるまでにも2年かかりましたね。やっぱ自分のだって分身みたいなね。そ,そうなんですよ。育ててね、お金親に借りてまでそ。そうなんですよ。子供と一緒じゃないですか。えーえー、もうゼロからだったので。えーえー しかも40代のねあの一番いい経験の時にここまで大きくされてるわけですから悩悩みみまますすよね,これはねいやすっごい悩みましたで単純に自分の病気だけだったら多分売却はしてなかったと思うんですけど今回そのリー籠社に売却した中で絶対にあの会社の中にメリットが大きいなっていうのも自社の。あとあの私たちやっぱり

ってたずっっとじゅわつわったんですよね何かあったら私とか旦那と2人でこの社員とその社員の家族の生活150人から200人のね <laughs> 生活があるかかってるので気が休まらないというかそこはあの少しきあの気持ち的には楽になったのとあとこの先の戦略がすごいいろいろまた見えてきたので展開がすごくいいなと思って。 それで2022年の9月1日いわゆる防災の日に、はい、あのこの会社様お、えー、むすびさんを、はい、株式会社おむすびさんを立ち上げられたと、はい、で次のまたステージに入ってるとそうなんですよただの、えー、会社にするかはすごい悩みました結局体壊して、えーまあ、みんなに迷惑かけたりね心配かけたりしてきたのに。えーえーえー また会小結なな、うん、さんではどんなことをやられてるんでしたっけ小結、えっと、はですねあの防災教育がメインでその建物についている防災の設備を、うんまあ、あまりにも知られてないというか、まあ、いろんなあるんですよ消防設備とか、うん、点検とか、えー、と建築特権だとか防火管理設備とかいろいろあるんですけれども、はいはい、それぞれが独立しちゃっていてきちんとその なないといとので消防訓練もあのその辺がこうきちんとあの周知されてない部分も結構多いのでうそういったものを分かりやすくこれだけやっぱり地震大国の中でそこの知識をしっかりだから僕もねお話を聞きするまではその意識があまりにもちょっとやっぱり薄かったですね防災に対する。 だからその中でやっぱ一応コンサル会社なので、はい、あのメーカーではないのでメーカーだと防災訓練とかしっかりやるじゃないですか、えーはい、そういう意識が、ね、少なくてあこれはちょっとやらなあかんと思って家帰って、ねうん、全部見ましたよ<あ>全部出してきて <laughs>、はい、あの買った時の,その意識そのまま袋さえ開いてないものを全部開けて、ね、うあこうなってるんだっていうので、はい、すごいこれや,やるとやらないで人の人命にかかる。 そう全然違いますよね。よね俺本当分かりましたそれあ 1>, あの1回でいいんで、えーえー、例えばそのちょっと目を通しておくとか、えー、この間その、えー、と MIT のピッチに行った時にも、えー、その防火シャッターが閉まった時にどうやって逃げるのかっていうのを自分のいる建物を皆さん知らないのでここが閉まったらここのドアが開,き開くとかってそれ知ってると知ってないで、うん、結構ねいざという時。 本当に精を開けるんですよ,けますよ、ね、やっぱりものすごいパニックになるので、うん、火災起きたりすると、うん、そうすると普通にドア開ければ逃げられたところを防火シャッターの前でお亡くなりになってるとかっていうのもすごくあったりとか、うん、あのそれが全然皆さんお金かけて設備を設置して法定点検をきちんとやって防災訓練もやってるんですけれども、うん、肝心なところが抜けちゃってるのはもったいないんですよす、ね、本当に。えーえー 分かります、もうすごく重要なんだなというのがあって、うん、いろんなところの会社様、またいろいろご紹介していきたいなと思っているんですけど、はいうん、ぜひ防災の重要性というのは我が国のやっぱり企業特に上場会社、はい、3,800社ありますけどみんなやっぱり意識していかないと何が起きるか分からないんじゃないですか、えー、今がね。えー こういうことをやっぱりビジネスとして事業としてやられてるって社会人の高さにね本当感動しましたあ。あ、りがとうございます。うんはい、経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。さあそれではここでですねゲスト経営者の思い出の曲ある曲を教えていただきたいと思います。<ー>株式会社ホームズビ代表取締役社長クロスさんお願いします。レッドオリアーズ という、えー、日本のバンドがあるんですけど。の <laughs> カジノドライブという曲を紹介します。時代です、私ちょっと、あの、ずっと中学の時か、ら洋楽ばっかり聞いてたんですよ。<laughs> ええええ、日本人がロックできるのかみたいな、ぐらいな感覚だったんですけど。この曲を聞いた時ですね。日本にこんなバンドがあったんだって。本当に日本代表するロックバンドですよね。そうなんですよ。ロックロールですよ、本当ね。そうなんですよね。<ー>で、あとは、これの歌詞がですね。ええ なんか起業家の人とかこのままかなっていう感じとがあったので今回あの曲名選ばせていただきました。ありがとうございます。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。この間あのそのショーの時はあのこう緑の制服でバスガイドさんみたいな拝見しました。あまりにもインパクトがあって。でもイラストレーターだったんですね。だからああいうデザインとかすごいこだわりがね。 なんかそこであの,あのせっかくなんでその防災ガイドみたいな、ねね、バスガイドじゃない防災ガイドっていうところでどうしてもなんか防災って何て言うんですかね危機感あわらないと意識づかないところがあって、うん、ちょっとやっぱこうん、うん、怖いじゃないですか、うん、そうどうしてもちょっと避けたくなっちゃうっていうところがあるのでやっぱりいろんな世代にもね分かりやすいようにとって、はいはい、いうのであ,の、まああいう。 ユニフォームというか、考えたり、あと、あの、マグオというパペットがいるんですけど。あ、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 ニーズによって、そういうものを入れて、ちょっと、なんていうんですかね。親しみやすくね。そうなんですよ。大変なことなんだけど、親しみやすく、人が馴染めるようにね。はい。う、そういう、お、お、お、気遣いですもんね、基本的に。そうなんです。だから、あの、防災ってことで、こう、堅苦しく考えるのではなくて、生活の中に当たり前に、こう。定着できるように、あの、知識として、別に、こう。 みんな入っていくといいなと思うんですよねいや本当にね、そう思いますねうん。とかやらなきゃいけないですよそうなんですよね本当屋内消火栓だって見た目一緒なんですけど、うん、ちょっとずつ違うんです使い方が、うん、だから自分のいる建物のものはどうなってるかだけでも教えないとすごい初期消火失敗しちゃったりとかあるのではいそこはちょっと伝えていきたいなと思ってますね ももうでも、あのー、今までかなりご苦労されてお体のことも含めてかなり苦労されて経営されてきたと思うんですけど、はい、これ一番すごい好きな社長の好きなおっしゃっていただいて好きな言葉なんですけど、はい、組織大きくなると苦労する部分が逆転した感じがしたってす、はいはい、すっごいわかりますそうですよねこれ経営者の方<ー>多分皆さんお分かっていただけますよね<ー>僕,<は>僕なんかすごくやっぱ丸くなったんで、はい、昔はどうなってどうなって会社を大きくするために「あっ<ー>しやるぞ!」ってやってたのに。はい なんか全く感情的にならなくなってきて、逆転したっていう感じと、あと少し年取ってきたなって感じがするんですよ自分で。これ皆さんおっしゃるんだけどああ。ああ <laughs> そうですよね。なんかやっぱりあ組織の。 成長段階によよって課題が全然違くるんですねモチベーションがやっぱりここにも書いてくださってますけどモチベーションがねんか当たり前になるじゃないですかあんなに大変で仕事取るためにこんなに苦労してたのが当たり前のように仕事が苦になるじゃないですか当たり前じゃねえぞっちょと思い出だから本当創業の時にちょっと手伝ってくれた方とかはワンミスで会社飛ぶっていう意識でやってるのでもう取れたらみんなで「やった!」ってなるしいつかこの四つ葉メンテナンスの あのロゴのね入った制服というかね、うんえー、作業着を着て現場入れたらいいねって夢だったんですよ。えーえー、なんですけど今は逆、まあ、ありがたいことにもうお客さんも来るし別にどこか一つ飛んでもまた何て言うんですかねあのその仕事のありがたみというかそれがなくなってる分その分会社はすごい安定してる安定してるしね。安定してるんだけどあの なんてんていうですかね、うん、とか情熱というか、うん、そこもなんか薄れちゃってるまあ、まあでもね皆さん毎日現場出たりとか面倒、うん、ううくさいね事務作業とかいっぱいやるのをやって頂い,いてるので会社もちろん待ってるんですけどす、ね、ステージが変わるとやっぱ人も入れ替わったりとか、はいはい、いろんなこと起きますでしょ、はいうん、考えられないようなことがでも本当はそこにたっぱ対応していかないと我々が成長できないかもしれないですね。 なんかそれすごく感じますね。もうなんか成長させ、価値、えーえー、を得らないというか、会社に鍛えられたっていうのはすごい思ってますね。えー、まさに生き物ですよね。会社っていうのはね。なんか法人格って言うか本当人格あるなっていうか、ついていくのは大変というか。えーえーう 型にはまったらはまったでねまたいろんな出来事が起きるし安定が訪れるんだけどね安定というのは次のなんか騒乱のための期間なのか騒乱を迎えないための期間なのかみたいなねステージがね上がっていくとねすごく分かりますねなるほど経営者たちのラジオさて話はまだまだ尽きませんが今夜はこの辺でお別れです。 経営者たちのラジオでは、リスナーの皆さんから疑問や質問を募集しています。メールアドレスは経営者アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。経営者アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムです。竹山社長にお聞きになりたい質問などありましたら、番組のメールアドレスまでご応募ください。 え、そしてこの番組は放送終了後 ABC ラジオ公式 YouTube チャンネル株式会社タスクのホームページ上でも配信をしていますぜひご覧くださいこの番組は株式会社タスクと未来コンサルティンググループの提供でお送りしました